公式からボロカスに言われてんのだ。弱すぎてひどいのだ。でもメタスはそこからがすごいの。そうは見えんのだ。この動画は濃いめのガンダムオタクゆずきゆかりとライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべくガンダムに興味がない人にも興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。というわけで今回はこの機体、アナハイム社の超傑作可変モビルスーツ MSA005 メタスよ。弱そうなのだ。まあ実際弱いわ。というかシンプルにクソ雑魚可変モビルスーツよ。しかし傑作か否かは時代背景や役割によっていくらでも変わるものであれば、このメタスはクソ雑魚性能を含めたあらゆる面で超傑作と言っても過言じゃないわ。クソ雑魚なのに傑作。というわけでメタスの素晴らしさを解説考察していくわね。さて MSA005 メタスはアナハイムエレクトロニクス社が反地球連邦政府組織であるエウーゴ向けに実施した可変モビルスーツ開発プロジェクトゼータ計画で開発された試作型可変モビルスーツね。体制に生かされてる企業が反体制派のために兵器作ってんのだ。もちろん裏でこっそりという形ではあるのだけどね。余計に悪いのだ。とはいえこの部分に関してだけなら一概にダメとは言いづらい状況でもあるのよね。というと、この辺りはいつもお世話になるモビルスーツバイブル4号にもあるわね。要約すると地球至上主義を掲げるティターンズが過激化、地球連邦はそれを黙認、危機感を覚えた地球連邦の一派がエウーゴ結成。過激化と黙認、何か世界中のあらゆる業界にありそうなのだ。そうね。なので宇宙に拠点を持つエウーゴが地球のティターンズと戦うために宇宙から地上拠点を攻略する必要性、大気圏突入能力を有する可変モビルスーツ開発をアナハイムに委託。ゼータ計画ってただの可変モビルスーツ計画じゃなくて大気圏突入できる可変モビルスーツ計画だったのだ。さらに加えて戦力差を埋めるため高性能かつ多機能、艦隊などに対して一撃離脱の奇襲、連邦軍が戦力化した可変モビルアーマーへの対抗策という理由もあるから、かなり大変なプロジェクトだというのがわかるわね。連邦軍の可変モビルアーマー、アッシマーなのだ。つまるところあくまでも実施当初の目的だけど、宇宙から地上拠点の攻撃に加えて少数精鋭かつ対アッシマーでもあるのがゼータ計画のモビルスーツって感じかしら。とはいえまだまだゼータ計画は普通にデータ不足なので、アナハイムの作業用モビルスーツを可変機に改良しガザシーの技術を混ぜ可変機構データ収集のため開発されたのがこのメタスなのよ。ねえねえ、なになに？こいつ敵じゃないのだ。宇宙に住む人たちを弾圧する組織と戦うために宇宙に住む人たちに核と毒ガスぶち込んだ連中と手を組むのだ。マスターアーカイブゼータガンダムの23ページを要約すると、アナハイム社製の作業用モビルスーツをベースに簡易的な可変機構を組み込んだ試作機を製作、これをもとにメタスの開発を進めたようだ。そしてモビルスーツバイブル47号にはアクシスとの技術交流によって得たガザシーの可変機構などを参考。作業用モビルスーツの改良タイプにガザシーの技術を組み込んだのは分かったのだ。分かってくれてありがとう。でも技術交流した相手が敵という問題の答えがまだなのだ。うふふ、アナハイムも倒すべき敵というのがよく分かったのだ。あら、倒しちゃっていいのかしらのだ。モビルスーツバイブル47号にはこうあるわ。アナハイム社は軍事産業だけでなく民間向けの重工業製品、金融、娯楽、飲食、出版、報道など多岐にわたる国民の仕事と生活をアナハイムに握られてしまっているのだ。というわけで国民の生活を握るアナハイム産可変モビルスーツメタスの性能はこんな感じ。出力が 1640kW に本体重量が 27.8トン、装備燃料込みで 52.4トン、推力が 77000kg に走行がガンダリウム合金ね。うむ、武装はこんな感じ。ビームサーベル、固定式のアームビームガン、以上よ。少ないのだ。まあそもそもが可変機能の試作機だしね。うむ、ただこれこそがモビルスーツの利点ではあるのだけど、普通に人型ではあるから他の汎用武装はしっかり使えるのが強みではあるわね。そういえばモビルスーツってそういう兵器だったのだ。武装を一つずつ解説していくと、ビームサーベルは実は斧状の刃を展開してビームフォークとしても使える、ちょっと珍しいタイプね。あまり見かけないのだ。まあ試作機だからね、いろいろ試すから試作なのだ。とはいえぼちぼちビームサーベルに様々な用途を持たせる時代になりつつあるから、これもその一環だったのかしらね。ふむ、ちなみになんと6機も装備しているわ。あら、格闘タイプのモビルスーツなのだ。いいえ、むしろ格闘は苦手よ。わ、モビルスーツバイブル47号を要約するとモビルスーツ形態の脆弱な機体構造が格闘戦に不向き、
じゃあなんでそんなにたくさん装備してるのだ。まあ、これは本当に試作機だから、に尽きるのでしょうけど、一応考察すると、そもそも収納部分は多目的武器庫だったのかなと。機動戦士ゼータガンダムガイデンアドバンスオブゼータ時に抗いし、モノエウーゴの総力ビジュアルブックコンプリートファイルの21ページと30ページに、試作可変機であったメタスを実戦用に回収した機体、というのが登場するのだけど。長いのだ。その実戦用メタス、ビームサーベル6機のうち4機をビームガンに変更してるのよね。変更するとどうなるのだ？ビームサーベルの装備位置はこの部分、左右のすねぶ側面装甲の裏側。これをビームガンに変更すると、モビルアーマー携帯では立派な武装になるのよ。そして、アームビームガンは、これ実は固定兵装。手で持つけど、軸の部分が連結してるのよね。と同時に、モビルアーマー携帯時は、これが唯一のメイン武装ってことにもなるわね。しかし、メタスが優秀なのは、そんなところではないわ。ほほうなのだ。メタスの売りは、なんといっても可変モビルスーツであること。モビルスーツバイブル47号にはこうあるわ。機体そのものに耐久性の問題を抱えていた。モビルスーツ性能は第1世代モビルスーツ相当。コクピットの耐弾性は一般的なモビルスーツと比べて低かった。モビルスーツ形態の完成度はお世辞にも高いとは言えない。ボロカスに言われてんのだ。メタス弱すぎてひどいのだ。えのだ。それメタスの凄さに関係ないとこだから。これでというわけで、メタスの本当の凄さを考察していきましょう。さて、メタスがいかに優秀なのかというお話なのだけど、まず、重要なのは役割の違い。可変モビルスーツとしての役割なのだ。そうだけど違うわ。どっち？最初に言った通りよ。可変機能の試験のために作られたモビルスーツなのよ。なぜ、それを実戦に出してんの？なぜ？モビルスーツバイブル47号にこうあるわ。エウーゴの戦力不足を補うために実戦投入された。戦力不足を補うため？強いとか弱いとかそういう次元の話じゃないのよ。メタスが作られた変形のデータ収集という目的を完璧に達成し、あとはもう引退して穏やかな老後生活を送ろうとしていたところを思いこし上げてきてくれたありがたい OB なのよ。ありがたい OB。 もちろん本来到着するはずだった新型をどけてきてるんだったら、それはありがたい OB ではなく迷惑な OB になるだろうけど、メタスは普通に違うからね。メタスがいなければそこに配置できる戦力はゼロのままだからね。戦力不足か。そしてエウーゴのモビルスーツということは、連邦やティターンズ、アクシスなどとは違う用途もあるということ。違う用途？モビルスーツバイブル47号をはじめとする様々な資料にこうあるわ。モビルアーマー携帯の性能は優秀。高い運動性を発揮、宇宙戦闘機とカテゴライズするに十分な性能。そこに最初に言ったユーゴの可変モビルスーツに求められた性能の一つ、奇襲と一撃離脱を組み合わせればもうわかるわね。のだ？のだ？メタスはあのゼータガンダムと編隊を組み、一撃離脱の奇襲ができるわ。はあ。そういう意味では、可変モビルスーツの傑作ゼータガンダムに対しての、ジムでありガンキャノンでありボールでありコアブースターでもあるのが、このメタスという機体なんじゃないかしら。冷静に考えてみたら、可変モビルスーツのゼータガンダムが普通のモビルスーツのリックディアスや根本編隊組んだら、可変モビルスーツの意味がなくなるのだ。もちろん、ゼータガンダム単独でも、別の戦場と戦場を行ったり来たりする援軍の鬼に離れるけど、その場合でも、メタスは一緒に行動できるのよね。大規模な可変モビルスーツ部隊がいろんな戦場を縦横無尽に駆け回って一撃離脱しまくることができるのだ。さらにこうもあるわ。サブフライトシステムとしてモビルスーツを搭載も可能。おお。というか、さっき解説した通り、メタスの実戦タイプはサブフライトシステム用のグリップがついたしね。メタスがいれば可変部隊に普通のモビルスーツを追加で牽引できるのだ。旧プラモデル解説書を要約するとこうあるわ。攻撃型モビルスーツとしての結出した性能やその高い生産性は欠点を補ってあまりあるもので、量産化が決定している。おお、すごいのだ。メタス量産決定なのだ。プロジェクトファイルゼータガンダムの48ページにも、操作性も良好で練度の低いパイロットでも扱いやすいと高評価とあるし、製造も作業用モビルスーツの生産ラインの一部を転用できる、比較的短期間で増産可能、エウーゴ上層部は追加生産らしいとあるから、戦力不足で引っ張り出された OB のメタスおじさんがいかに優秀だったのかが分かってしまったわね。安くてすぐにたくさん作れて操縦簡単でサブフライトシステムにも慣れて、モビルアーマー形態はちゃんと優秀な可変モビルスーツメタス、とんでもないやつが眠っていたのだ。しかし、ガンダムモビルスーツ大図鑑パート2グリプス戦争編97ページにこうあるわ。耐久性に問題があり量産化は見送られた。どっち？いやまあ、
これに関しては、外伝作品で普通にメタすぎるから、ある程度量産されたのは間違いないはずよ。ただ、この2つを無理やり合わせるのなら、少数部隊で奇襲攻撃が必要なユーゴへの量産は決まったけど、常駐して防衛が必要な連邦では見送られた、とかかしら？考えてみたら連邦はエウボと同じ戦術取る必要ないのだ。そうね。ということはエウボで活躍したモビルスーツが必ずしも連邦で活躍するとは限らんのだ。ただ、さらにそこから重要なのはメタスの技術的価値。というと？ちょっと考えてみてほしいのだけど。まだ。あれやこれやといろんな可変モビルスーツあるけども、コストが安くて操縦しやすいのってメタスだけじゃない？これは？あ、君はダメよ。なんで？地球連邦全体で見たら君でいいんだけど、これから地球連邦に可変モビルスーツを売り込もうとするアナハイム社からしたらそれは絶対にダメなのよ。ああ、買い手を無視した売り手の事情。そういうわけで、モビルスーツバイブル47号など様々な資料を要約するとこうあるわ。本機の単純な変形機構は生産コストの抑制による可変モビルスーツの量産化に大きく寄与。実際、ゼータガンダムの後継機である Z2 は、メタスの可変機構が参考にされているし、さらにそこから発展しているリゼルも、メタスの可変機構参考型だしね。ふむ。というわけで、メタス考察をまとめると、そもそも、メタスは、戦闘用じゃない可変機構データ収集用の試作機。無事与えられた仕事を終え、しかし戦力不足なので、実戦投入。モビルスーツ形態は未速活だけど、モビルアーマー形態はすごく優秀なので、結構活躍。でも大事なのはそこじゃない。可変機なのに操縦簡単でコストが安いこのメタスは、戦後の市場独占を考えたらむしろ適任。そうして1年戦争後のモビルスーツはガンダムではなく事務系が主流になったように、グリプス戦役後の可変モビルスーツは技術をよく見るとゼータガンダムよりメタス系って感じかしらね。ふむ。考察だけどね。メタスは商品として最高傑作？だってゼータガンダム開発の過程で作った可変モビルスーツを仕方なく出荷したら、それなりに活躍してそれなりに重宝されて追加注文まで来ちゃって、さらに結構頑丈で良い感じなのが分かった結果、この変形機構ベースでいろんなモビルスーツが生まれたのは会社から見たらすごく嬉しいことじゃない？ところで肝心のゼータガンダムは売れたのだ？どうやらアナハイム社が売りたいものと連邦が買いたいものはだいぶ違うようなのだ。そうね。アナハイム社でも資本主義には勝てなさそうなのだ。ない袖は触れないからね。のだ。あ、それといろいろ長くなりすぎるので、X01 関係は全カットよ。なんか、モビルスーツバイブル見てると、メタスを参考にして作られてるのに、メタスが、それらを参考にしたっぽい書き方になってるから、こう、相当長くなりそうな気がして。ふむ。というわけで、今回の動画はここまでよ。何か、最近は、特に高評価が影響あるらしいので、ぜひ高評価を押してもらえると、ありがたいわ。他にも、小説家になろう等のネット小説サイトに、いろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それでは、ぜひまた見てね。またねなのだ。